エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ねちゃんことです。じゃあまたまたゲストに林さん来てもらいました。一応今回は10月28日土曜日毎度の大阪というところで、はい、フランチャイズチャンネルショップやりますんで、はい、概要欄から無料で入りますので登録してください。お願いします。フランチャイズチャンネル聞けという動画ですね。どうなってんすかフランチャイズチャンネル界隈は。やばいやつ多くないですか。近いんで界隈が、はい、変なやつがこっちにちょっとこう混ざってきそうなのを必死で押し返してるんで、なんか山本がそこ風穴みたいなの開けそうで、お前こっちと絶対分断させろよって常々言ってます。ちょっと変な人たちが流れ込みそうな気がするわけね。そうなんですよ。山本君がそのね、確かに風穴を開けてしまった感じがしますね、はい、こっち来んなよお前っつっていろいろやっぱ見てて思うことあるんですよ、はい、で正直言いづらい部分もたくさんありますし、ただ僕が言わないとダメだと思って今日はちょっと林さん怒りに、おお、はい、行こうと思います。サボさんね、定期的にね僕をね叱ってくれますからね、はい、前も動画でネタにしましたけどね、うん、武田塾の社長を辞めて次の新規事業の株式会社 FC チャンネルが調子いいんだっつって、ね、はい、十何年ぶりに2発目の事業が当たりそうなんだっていう報告を去年株元さんにしたら、それも完全な新規事業ではないと、もともと武田塾で加盟開発に使ってたフランチャイズチャンネルっていうのがもともとあったんだから、それは既存事業の延長線上だから調子に乗るんじゃないと、なかなか2発目は当たらないし、はい、社長お金使いすぎないでくださいねっていうのをしっかり言われたのが覚えてますんで、調子に乗るなとは言ってないですけどね、まあなんかけど、はい、ニュアンス的にはそう、はい、な感じのことを言っていただいて、はい、常にねこう先輩にもこう厳しくこうコンサルしてくれる加茂さんのコンサル力にはいつも感謝してますね、はい、なかなか株式会社 FC チャンネル調子がいいんですけど、はい、僕はとてもいい事業だと思ってるんですけども、はい、加茂さんから見たら何かいいですよ、あれば何でも、はい、言っていただければ。カットになるかもしれない前提でっていうね、はい、できますけど、まずもともと武田塾が当身の映像事業を一種仮想的として映像だけじゃとか授業だけじゃって言って、まあその管理監督でっていうビジネスの流れがあったわけじゃないですか、はいはい、でそれはすごく僕も勉強になりますし、はい、っていうのはいいんですけど、はい、フランチャイズチャンネルで言うと一つ仮想的になったのがアントですよね、はいはい、いい本部も悪い本部も一緒くたに並べてどうなってんだみたいなところから多分もともとスタートしてるはずなだと僕は思ってるんですよ、はいはい、そこでフランチャイズを知り尽くした林さんが、うん、ここの本部はいいよっていう紹介をするから成り立ってるのがフランチャイズチャンネルであって、はい、本来の本部の紹介の中に林さんの信用っていうのを乗っけて紹介してるわけですね、はい、なので良くも悪くも悪いブランドを紹介するときは林さんの信用の切り売りをしていて、はい、いいブランドを紹介したら林さんのブランドは既存しないと、この構造があって、ほうほうほう、なんで悪いブランドを紹介し続けると林さんのブランドがどん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 ちょっとずつ目減りしていくと、それを目減りしても大丈夫なようにより他のところの認知を取って信頼の総量を上げて目減りしても大丈夫にしてるっていう戦略に見えるんですけど、大丈夫なんですかこれは。すごいね、加茂さんから見るとそう見えるの。僕から見ると面白い。じゃあ誤解を解かせていただいていいですか。これちなみに台本ないんで、ええ、今初めて言ってるんで。だから初めて聞いたから俺びっくりしてる今、はい、まずですね、はい、アントレさんの、はい、まあ、問題点は、はい、皆さんから広告費をもらってるんですよね、はい、なんでどんなにいい本部だろうが悪い本部だろうがいいですよ儲かりますよっていうのを一定の表現内でこうしなきゃいけないわけですよ、はいはいはい、でもそれって、うん、フランチャイズチャンネル銘柄にも結構ねうまくいかなかった、はい、失敗したっていうのはもちろんあります、うん、ね、ビジネスに絶対はないんで僕たちも見抜けなかったものもあります、うん、ただアントレさんはこれは絶対ダメでしょとか、うんうん、もう被害者の会とかあるやつじゃんとか、うん、それから大金がもらえるからってずっと出してるのとかあるんですよ、はいはいはい、まあご存知だと思いますけどね、はいはい、そういうのから大金もらえるからってずっと押してちゃダメじゃないっていう、うん、フランチャイズチャンネルももちろん一部けど詐欺まがいのところっていうのはなかなか出てこないですよ、はい、どうしても見抜けない部分あるんですよどうしても、はいはい、それは申し訳ないですけど、はい、だから率は圧倒的に違うしアントレの方が確信犯だと思うし、はいはい、確かに構造的には、うん、アントレは変なブランドを載せても、うん、アントレのブランドは大して減らないと、うん、メディアだから僕らそうなんです、ね、林さんはメディアじゃなくて紹介をおすすめをしているから、うん、林さんダメージを食らいながら紹介してるから、うん、構造は確かに違いますね。そうです
ですね、はい、あとはやっぱりフランチャイズに儲かるからやりませんかっていうふうに進めるのはちょっと良くないんじゃないかなっていうのは僕の考えなんですね、はいはい、あくまでもこういう理念に共感してその社長と一緒にやりたいと思って来ると。そこで開発したのがフランチャイズ版タイガーファンディングですね、はい、フランチャイズを広めたいから手伝ってほしいという志願者と、はいはい、僕と竹村さんが1枠5枠にいて、はい、間に3人そ, うですね、それなりの社長を、はい、まあ、そこにいつも株元さんとか、いやいや、はい、桑田さんとかトマピーとかそれなりの社長を呼んで、そこでいろんな本当に台本ないじゃん、はい、ね、一回もここちょっと支援したいからがっつり出してねとかも言ったことないでしょ、はいはいはい、そうだからそれで厳しい審査に乗り越えたところをおすすめしてるんで、はいはい、ぶっちゃけこれで詐欺まがいの本部だったら、はい、すいません僕たちも見抜けませんでしたっていう、いや確かにそうですね。フランチャイズ版タイガーファンディング、はい、非常に構図というか秀逸なモデルだと僕も思うんですけれども、ありがとうございます。1個言いたいのは、はい、林さんのモデル的にはあそこは仕入れの場所なわけですね、はい、競りですよ、また築地に行って2000万3000万みたいなマグロ買うのと、うん、信頼の貯金をすり減らすみたいな、あそこは仕入れの場ってね、まだ言いたいこと言いますね、はい、そうですよ、いやいやでも別に仕入れですよ、はい、まあ、はい、銘柄仕入れの場じゃないですか、はい、そうです、はい、で公に証人がフォロ、はい、視聴者っていうのがいるし、僕らも証人でっていうなるじゃないですか、はい、フランチャイズ版タイガーファンディングの撮影ってまあ月に1回か2回じゃないですか、はい、っていう時に1日で3本とか4本撮るじゃないですか、はい、例えば3本の日に2連続ごめんなさいだと、うん、林さん仕入れ今月なくなっちゃうんじゃないかっていう風にちょっと心配が入るんですよ。なるほどなるほど、あの心配をしたくないです、うん、はい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 、だからどっぷり手伝うっていうのは林さんは仕入れとして手伝いますっていう、まあそういう話じゃないですか、うんうん、はい、それは素晴らしいんですけど、あれ3連続ごめんなさいだとちょっと寂しさありますよね、おそらく。本当僕の生活を考えていただいて本当嬉しいんですけど、はいはい、まあ、けど大丈夫ですよ、大丈夫ですか、全部ごめんなさいでもいいです。で、本当ですか、そうやって厳しくやってれば、はい、結局視聴者の信頼もちゃんともらえるし、中長期的に見れば今月この4本でいうとこれが一番マシだからガッツリにしたなみたいな、はい、どっぷりしたな、はい、視聴者にバレてしまうと思うんで、はい、大丈夫です。あ、なんとか、もう何度も言いますけど FC チャンネルがね、はい、うまくいかなくて、はい、生活困ったら何か資産の切り売りを一応売るもんはあるんでこの前生活苦しくていよいよリップル売ってしまいましたけど、うん、じゃあ中長期で考えたらいいですね。はい、そうです、それ助かります。中長期で考えてるなら今月生活苦しいとかって言わないでほしい。いやそれ毎月苦しいもん。やけどね、毎月苦しいんだけど、まあ、ちょっと余談になりますけど、うん、青さんから教えてもらった顧問制度、顧問制度のツイート下に貼ってきますけど、はいはい、あれがヒットしまして、はい、10社もう契約入金済みです。あ、そうですか、はい、月額55万円で僕が顧問やるよってやったら、はい、10社決まっちゃったから、はい、これ個人事業主でやろうと思ってんで個人の口座に振り込んでもらったんで、はい、月給が550万上がりました。ありがとうございました。なんとかこれで今で、しかもあのか、はい、年間一括払いの人が何人かいたんで、はい、今なんとか、あ、そうですか、だから気にせずごめんなさい出して大丈夫です。わかりました。そうですか、はい、すいません、はい、よかったです。じゃあ、 FC 版タイガーファンディングも、まあ、今までもしてないんですけど、より忖度抜きで、そうです、はいはい、だって僕あれどうなろうが僕には収益は全く関係ない状態で、これ俺がごめんなさい出したら、うん、林さん仕入れなくなっちゃうのかなとかもちょっと思いながらの気まずいごめんなさいだったりとかがあるんですけど、うんうん、はいはいはい、堂々と言いますね。そうです、いやだけどね、本当ね、うん、その構造をね、うん、なかなかこうやって公開の場で言われて恥ずかしいんですけど、やっぱ僕と竹村さんはそれは基本的に可能性にかけたいし、はい、手伝いたい気持ちはそれはあるんですよ、はいはいはい、すごいプレゼンが下手なだけですごいビジネスモデルの可能性だってあるわけじゃないですか。そうですね、やってみないと分かんないわけですよ、はい、でもあまりに良くないものを手伝ったらそれは皆さんに良くないんじゃないかということで本当にずるいんですけど、そこでこう3人呼んで皆さんに大丈夫だと思いますっていうこのちょっと連帯責任かぶせてるみたいなね、はい、まあ、まあそういうところですよね。そうですね、うん、だからそこがちゃんと視聴者にも伝わってるのか、フランチャイズ版タイガーファンディングでいいとされたものはめちゃくちゃ跳ねるんです。いや、そうですね、本当に、はい、なんで実際それこそあんたにもそうですけど、うん、ある程度成熟した FC 本部ではなくて、はい、アーリーステージの FC 本部を発掘してるっていう場だから、それはそれで非常に大きな価値があると思うんですよ。例えばシード投資と一緒で、別にアントリーみたいにこうセブンイレブンとかお掃除本舗とかそういうどでかい本部じゃなくても FC 本部っていうのはもともと成り立つものではあるんで、そこはいいと思うんですよ。あとはこの本部の人ですよね、はい、本部の人にはやっぱ言いたいこといっぱいありますよ。お、年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。
まず、はい、FC 本部の責務って加盟店の集客だったりとかオペレーションのノウハウをちゃんとこう支援し続けるっていうところに価値があるわけですよ。わかります。武田塾もそうだったわけじゃないですか。はい、武田塾も結局集客を本部が代行して担ってやってくれるから店舗を建てたら武田塾っていうブランドで人が来るわけじゃないですか。はい、それをちょっとこういうのやってみたらおもろいかもみたいな、前のビジネスのポットでのアイデアをテストマーケする場所じゃねえんだった SC 加盟店の金は。高校生ビジネスプレゼンバトルって最近やってるんですけど、まあそれ出ろやっていう感じになっちゃうんですよ。本部の責務っていうのは加盟店からお金集めて、それで集客をしてあげると。この集客って一番むずいわけじゃないですか。ストックさんも言うたらフランチャイズモデルなわけですよ。加盟店のフリーランスがたくさんいて、集客を頑張って法人向けのインバウンドを取るって一番むずいことを頑張って胃を切り切りさせながらやるから本部として成り立つわけですよ。だからフランチャイズ本部を作りたいって言ってそれできる覚悟あんのみたいな。ノウハウオペレーションなんて3日あれば大体トレースできちゃうんだから、もうそこに価値ないんですよ。毎月ロイヤリティもらってそういうことなんだよと。ちょっとあこういうのやってみようみたいな感じで FC 本部頑張るみたいなノリが軽いんだよっていう人が多いですね。なるほど。株元さんが出演しててノリが軽いなって思うところは、もちろんごめんなさいを出してますよ。なるほどね。別に僕は損してるわけじゃないですよ、ええ、だけどそういうのちゃんとやった方がいいんじゃないかなと。でそこと許容してたら林さんのブランドも落ちるんだと、林さんのブランドが落ちると僕まで波及するじゃないですか。お界隈として見られたら、だからちゃんとやれよっていう話です。ありがとうございます面白い。まずですね、パッと思いつきのアイデアだとするじゃないですか、はい、それがみんなに伝わって加盟説明会来ないと思うんですよね。いやそれを林さんがいるから来ちゃうんですよ、うんうん、なるほどね、はい、本当に深みがなかったり可能性がなかったりビジョンに共感しなかったら加盟説明会に人来ないし、みんなのお金は動かないと思うんですよ。もちろん僕のね信頼もあるかもしれないけれども、だからまず一つはフランチャイズは常にリスクがあるものだっていうのをお伝えしてるし、僕自身もフランチャイズでね3000万円なくなってることを月1で必ず報告してるわけですねなのでそれも分かった上で来てもらってるっていうのが一つ。要は前ちょろっと僕ツイッターでも書いたんですけど、はい、儲かる系の金融系情報商材って、はい、どっからが詐欺でどっからが詐欺じゃないかって結構曖昧なわけですよ、うんうん、100% 儲かりますよって言ったら詐欺なわけじゃないですか、はいはい、でもめっちゃ売れるんですよ、うん、なんでフランチャイズも 100% 儲かるって言ったら絶対加盟めっちゃ増えるじゃないですか、はい、それをどこまで緩めるかっていうところの良心によってその表現をコントロールしてて、うんうん、で変な話民度が低いやつほど違法をギリギリラインにこう寄せていくっていう、うん、そういうマーケンになっちゃう戦いに林さんが変な本部に混ざっちゃわないかっていう心配ですね。ありがとうございます、はい、そんな心配していただいて、まあ S 混ざっちゃうよね100個本部を手伝ってめちゃくちゃ厳しくしたら50個しか本部手伝えなくなっちゃうけど、そしたらカットした50個に、ね、大当たりいるかもしれないもんね。まあそうですね。だから絞るのはやっぱり下の 2,3 割しか絞れないかなってのが、はい、だからどうしてもね可能性に欠けるっていう立場にあるんで、はい、まあそこ ね、だからここをね山本くんがやっぱそういう世界の道を切り開いちゃったよね、はい、山本くん自身もやっぱり一瞬でね上げてやめたけれども、うん、加盟したフランチャイズがうまくいかなくて被害者の方に義援金みたいな募金を集めますみたいな、うんうん、それは加盟金を返すためにみたいな、まるですごい詐欺にあったかのような、その詐欺にあった人の被害者救済で募金するっていうことをするような人はやっぱフランチャイズの世界に来ちゃダメですよね。ああ、なるほどね、うん、だって、ね、はい、それはリスクもあるわけだし事業っていうのは、はい、それで加盟金が詐欺にあって亡くなってしまった人たちを救いたいって、それはだってフランチャイズってリスクがあるもんだって分かってんだから、そういうふうに確実に絶対にそういうことをないというか保証しなきゃいけないっていうことだったらフランチャイズとかビジネスが成り立たないじゃないですか。まあそうですね、うん、だからある一定リスクがあると言い続けても分かってくれない山本君みたいな人が存在するっていうのが今回非常に勉強になりましたね、そうですね。これだから難しいですよね。 その、うん、それこそその情報商材もそうですけど、うん、誰でもできるとか誰でも手堅く初期費用安く気軽にっていう言葉を入れれば入れるほど質が下がっていくというか、お客さんの、でもフランチャイズとしてはそれが一つの魅力になったりもするんで、じゃあマクドナルドに加盟する人、そういう人いる方は絶対いないわけなんですよ。なんでこのバランスをメーターというかレバーをどこまでこう上げ下げするかっていうのが林さんの今月の生活が苦しいかどうかでこのレバーが変わるのが一番危ないなと思うんで、
それ大丈夫です。それ中長期的に考えてますんで。中長期的に考えてますね。大丈夫です。それ約束してくれたら、もう大丈夫です。全然大丈夫です。はい、あとは50銘柄ぐらい例えば支援して、うん、はい、それで1銘柄発生、そういうね、たくさん皆さん加盟したけれども何割かの店舗が撤退してしまったっていうことが起きると、はい、それだけでずっとコメント欄が埋め尽くされるんですね。はいはいはい、1件あっただけで、はい、これ見たことか、はい、俺はそうやって急に拡大させたからだって、ね、はい、フランチャイズはおかしいんだっていうね、ブログを書いてる人がいるんですけれども、その人はね、どういう人かっていうと、加盟してフランチャイズがうまくいかなかったオーナーのところに行って、本部これ古代広告だったからこれちょっと訴えに行こうよって言って、ことを荒立てに行こうよみたいな感じでそのオーナー吹き込んで、一緒に本部行って、はい、うん、これ勧誘時と違いましたよね、はい、今100万円こっそりくれれば表立ってやんないから、うん、内緒にしてあげるからっていうようなことを弁護士でもないのにやってるらしいんですよ。ゆすりですね。そう、そういうことをやってる人がまたそこにこう食いついてきてるわけね、うん、地獄絵図じゃないですかだけどゴミしかいないじゃないですか。50分の1発生したり、まあ、5件ぐらいね、そういうのもあったかもしれないけど、成功の方にはやっぱみんな見てくれないし、うん、このコメント欄が例えばこれに加盟してうまくいった、すごく良かったんですってのは埋め尽くされないですね、まあまあ、だから視聴者のレベルの高い方々にはそれは分かってくれてるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。でコメント欄も僕は自由に封鎖することもできるし削除もできるでしょ。でも一切してます。そうですね。なんで僕はこの情報商材の販売とかと多分構造近くて、林さんのおすすめっていうのが乗っかっている限りは最後までこの構造って変わらないと思うんですよ。最終行き着く先が結局アントレになっちゃうっていう、うん、本当にいい銘柄とかって言ってると結局じゃあ 10% 失敗だったらダメで 5% だったらいいのかとか、うん、30% まで OK とかこれ全人によって感性違うじゃないですか、はい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 、なんでずっとその構造があって、じゃあこれが1000ブランド支援するってなったら、はい、もう1000ブランドもねえだろって話になるというか、うんうん、で最後いやもうおすすめとかやめます、ただ知ってもらうだけで失敗しても僕知りませんがアントレになるっていう、このなんか構造最後結局アントレになっちゃうのかなと。そこを林さんがどうこう持っていくのか、アントレじゃない方向でいくのかっていうのはちょっとこう、まあ、これはシンプルに見てて勉強になるというか。なるほどね。じゃあ一応パッと聞いた感じなんですけど、うん、僕はなんかそういうので炎上したりとか批判のコメントが来て、うん、結構皆さんから心配のコメントとかいただくんですけど、全然気にしてなくて、うん、まあそういうのは起きるよねっていう感じで、はい、一定数そういうのには来ちゃうよねって思うんで、うん、まあ、別にこのスタイルのままでいいのかなというか、うん、だからそれがあまりに気になって林が進めたのに失敗したんじゃねえかって言われるのが嫌だからアントレ型に行くと思うんですけど、はい、あのリスクがないように僕はアントレ型に行く方が問題だと思うんで、完璧なビジネスモデル、何の批判も起きないビジネスモデルってのは起きないと思うんで、僕はこの形でおすすめ、けど皆さんもちゃんとリスクがあるって分かってくださいね、それでもやり取りとかを見ていい本部だと思ったらリスクはあるかもしれないけどやってみてくださいっていう方がいいんじゃないかっていう、しばらくこのままでも事業規模を2倍3倍にできるんじゃないかなと僕は思ってます。林さんは多分、武田塾400、はい、であるんで、言い方悪いですけど武田塾に加盟してうまくいかなかった店舗っていうのはもちろん、まあ、多少あるわけじゃないですか、はいはい、それをもう経験してるんですよね多分林さんは、はいはい、なんでそこはいい意味でもう慣れっこな世界なのかもしれないですねそうですね、旗から見たらすごい心配なんでめちゃくちゃ気にされる方も いらっしゃるとは思うんですけど、はい、どうしてもねビジネスを 100% 成功させるってのは無理ですね。あくまでも確率可能性の世界なんで、そこはちょっとどうしてもそれが嫌な方はずっとお勤めいただくというか、まあそうですね、それがあの正解だと思うんですね。そしてまあね、よく話題なんですけど、大体批判のコメントを書いてる人が何のフランチャイズにも加盟してない、いやそうなんですよ、いう人という、はい、だからまあそういう人はやっぱこう、うん、自分が普段こう、うん、末端にいるんで人が落ちてくるのがこう嬉しい、相対的に自分の偏差値上がるじゃないですか、うん、そういう人はやっぱこう世の中一定数いるんで、そこがまあマジョリティに見えちゃうっていうのももちろんあると思うんで、まあ、それはまあ YouTube の良くも悪くもな部分あると思うんですけど、でもちょっとすっきりしました家で。いやいや、はい、よける山本君はそういう人たちを引きつける才能がすごいよね山本本当悪口次回撮りましょう。はい、わかりました。はい、フランチャイズチャンネル界隈引けボゲナスこの野郎という動画でしたありがとうございました